日本埼玉県埼玉市見沼区課田屋課田屋は埼玉県埼玉市見沼区の町名。現行行政地名は課田屋1丁目及び課田屋2丁目。住居表示水市地区。本校では課田屋の前身となった大技の課田屋新田についても扱う。郵便番号は課田屋が337の0022、課田屋新田が337の0027。埼玉市見沼区の東部に位置する。 加ダ屋は、ミ沼電園の農地、加ダ屋神殿は、墓地となっている。加ダ屋側とその支流の内田側や、ミ沼大洋水東園及び、そこから分岐する加ダ屋分水が流れる。東側で日ザや、緑区上の電に、南側で、片柳東ナギや、緑区南部両辻に、西側で、ソメヤに、北側で、大谷に隣接する。南側は、片柳ナギとも、わずかに接する。 全域が市街化調整区域に指定されている。1675年、木の国家田村出身の坂東スケーモン、直江によりこの地にあった、見沼溜めを締め切って干拓されて、神殿開発され、入江神殿と称されていた。上流からの水は川筋を変えて綾瀬川に、排水されていた。二代目の時にこの沼を水源として利用していた、下流の村々の反対にあい、 1718年元のために戻されたが、八代将軍、徳川吉宗が、神殿開発を奨励したこともあり、三代目当主の助右衛門直、スケエモン・ナ常が、幕府の公認を得たことにより、1728年に、再び、入江神殿があった場所を神殿として、再開発された。この時、野郷を取って、カダ屋神太と名付けられた。活性期の世帯数は6件で、 村の規模は、東西3兆余り、南北15兆余りであった。なお、坂東家10代目当主女次郎が、近隣の片柳に建てた屋敷は、旧坂東家住宅見沼クラシック館として1996年より公開されている。2021年4月1日時点の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 地内に鉄道は敷設されていない。大和坂大和新谷、に埼玉市思い出の里市営霊園があるほかは農地が広がり河川に橋梁があるのみで特に目立った施設は存在しない。ありがとうございます。